お仕事、お疲れ様、案内役の浅香です。今回は、沖縄県北大東島に、自衛隊基地を、誘致について、詳しく見ていきます。すでに、北大東島に、レーダー基地を設置するという話が進んでいます。日本で誘致してくれる地域は、話が早く進みます。もう待ったなしの状態。2022年3月15日、防衛省の地方防衛局の一つである沖縄防衛局は、沖縄県島尻郡に属し、同県の西東端に位置する北大東村に対し、航空自衛隊の配備を判断するための事前調査を行うことを申し入れを行っている。ここでいう航空自衛隊の新規の配備とは、同隊が使用する移動方式の警戒管制レーダーのことであり、北大東村では、このまま順調に推移した場合、今年2022年の夏頃から、この配備に向けた、事前調査が行われる運びとなる模様だ。今回、沖縄防衛局は、職員を派遣してきた大東村に、その旨を伝達。現段階では、警戒管制レーダーの配備を北大東村に、行うのか否かは、未定だとしつつ、同設備を運用する、場所としての適性を、事前の調査によって判断するとしている。この北大、伊東村への事前調査には、およそ1年間の期間が予定されており、同等の自然環境と、そこにある動植物を含めた生態系の面も踏まえて、航空自衛隊の警戒管制レーダーの配備することに、問題がないかを洗い出すものとなるようだ。北大東村は、沖縄本島から約 360km 離れた東側の海上に位置しており、面積 11.94 平方メートルの北大東島と、同 1.15 平方メートルの沖大東島の2つの離島からなり、今回対象となっているのは、大きい方の北大東島である。小さい方の沖大東島はかつては、リン鉱石の採掘が行われており、民間の化学工業会社が全島を保有していたが、現在はこれが休止され、その企業から、在日アメリカ軍の演習地沖大東島へ爆撃場として貸与され、今に至っている。このため、1953年に在日アメリカ軍の演習地沖大東島へ爆撃場となって以降、沖大東島は一般人の立ち入りが禁じられた無人島となっており、2015年以後は日米地位協定に基づき、日本の陸海空三自衛隊も訓練で同島を使用することが確認された。こうした在日アメリカ軍、陸海空三自衛隊の演習地として沖大東島へ爆撃場が存在してきたため、北大東村としては、北大東島に、これまで、そうした関連施設はなかったものの、防衛関連の設備設置の候補地となることへの抵抗感は薄かったようだ。というのも、定数が5名の北大東村議会では、2021年12月上旬、同月の同村の定例会に、自衛隊の誘致を希望する意見書が提出され、これが一人の反対もない全会一致で可決され、このところ、海洋進出が著しい中国を警戒する姿勢を示していた。提出された意見書では、中国といった固有の国の名指しは、避けられているものの、北大東村民が外国の海軍艦艇等による脅威にさらされている現状を訴えており、これへの対処も含めて、日本の安全保障上の観点からも自衛隊誘致を推している。また、外国の海軍艦艇等による脅威の他に北大東村として自衛隊誘致を希望する理由として、地理的に、台風等の自然災害が多い地域であることも反映し、こうした事態の際に、負傷者等の迅速な搬送が可能だと、
その名の有用性を唱えている。北大東村の宮城村長も、同村、同等に、自衛隊の誘致を希望する声は、以前から強かったとも述べており、人口が600名に満たない同村にとって、自衛隊誘致は、経済的な意味合いからも、非常に好意的に受け止められていることが伺える。しかし、こうした当事者たる北大東村の大半の意見とは裏腹に、やはり、そこは、沖縄と言うべきか、地元のマスコミには、こうした北田、伊東村の意見書の件や、航空自衛隊の警戒管制レーダーの配備について、批判的な記事も散見される。そうした北田、伊東村の動きを批判する記事では、特に、意見書のコンセンサスについての現状の流れを唐突で早計であり、自衛隊誘致を既成事実化しようしていると説き、さも、一部の勢力がシナリオを描き、その実現を急いでいるかのような指摘をしている。こうした記事では、お約束のように北大東村に、自衛隊の誘致を進めることは、むしろ、外国の側から見た場合には、警戒感を持たれかねないとのニュアンスが述べられており、暗にそれがあると、攻撃対象になると言いたげなようだ。また、今後も過疎化が加速する可能性が高い北大東村にとって、自衛隊の関連設備の誘致は、短期的には、経済的な恩恵が大きいことは、認めつつも、少ない人口の村、島であるが、故に、そこに流入する関係者が増えれば、その発言力が増すことを危惧している。すでに前述したように北大東村は、沖大東自前、爆撃場を抱えているが、こうした批判記事では、仮に、北大東島に、自衛隊の誘致を行った場合、そちらにも、アメリカ軍兵士が進出する可能性があると唱え、その危険性を指摘する。これは、まあ、確かに、沖縄本島のこれまでのアメリカ兵の、数々の犯罪、不祥事を鑑みれば、その考えを全否定することは困難であり、来ないに越したことはないとは思うが、現時点では、在日アメリカ軍の基地を置くという話にはなっていない。続けて、沖縄等の日本の南西諸島は、アメリカと中国との対峙の最前線と化しており、両軍がミサイル等の兵器の配備を加速させる中で、その戦いに沖縄の島々が巻き込まれる可能性が高まっていることも問題視しているようだ。これは事実ではあるが、であるからこそ、中国側からの侵攻が少しでも予期される南西諸島は、防備を固める必要が生じているわけであり、航空自衛隊の警戒管制レーダーを配備することは、北大東村の防空網を強化することにもつながるはずだ。特に、今回、航空自衛隊が北大東村に配備する可能性があるのは、移動方式の警戒管制レーダーであり、固定の施設としての配備ではないことから、中国軍も攻撃を行いがたいことが予想され、日本側の航空優勢を図る上でも、重要となるだろう。昨今は、中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を阻止することを目的として、陸上自衛隊では、それに対抗する地対艦ミサイル、12式地対艦誘導弾を有する部隊の配備を進めており、鹿児島の奄美大島、沖縄の宮古島へと展開がなされている。現行の12式地対艦誘導弾は、最大射程距離がおよそ 200km 弱とされているため、かなり複数の南西諸島の島々に配備しないと、それらを網羅して防衛することは困難ではあるが、この能力向上型の開発も並行して進められつつある。そこでは、まず、最大射程距離が、およそ 900km 弱まで延伸されることが、目標とされており、最終的には、これが、
同約 1500km 弱まで達するとの報道もあり、日本政府が推進しているスタンドオフミサイルの構想にかなう。これが実現されれば、防空能力が高い沖縄本島はおろか、九州からも南西諸島をカバーできる射程距離となるため、現状の離島への負担の軽減にも貢献するものと思われ、早期の実用化と配備に期待したい部分と言えそうだ。ただし、12式地対艦誘導弾の能力向上型が、こうした射程距離の大幅な延伸を実現したとしても、飛翔速度が飛躍的に向上しない限りは、遠距離攻撃には時間を要することは変わらず、こちらも並行して開発されることを切に願いたい。また、12式地対艦誘導弾の能力向上型は、そのプラットフォームも地上発射型に止まらず、航空機から運用する空対艦型や、艦艇に搭載する艦対艦型の開発も行われるため、今後の日本の防衛の中核となる兵装だと言えるだろう。